はい、どうも、こんにちは。これはですね、また文春ですね。文春の話です。アミューズは巨大になりすぎたと。三浦春馬の自死で露呈した弱点と、佐藤健、神木隆之介独立の内幕だそうです。アミューズから稼ぎ頭である俳優の佐藤健と神木隆之介、そしてワンオクロックが4月に独立することが発表された。あ、そっか。明日から独立か。もう今日3月末ですもんね。明日からもう佐藤健くんは、アミューズ所属ではなくなるってことなんですね。あ、そう、僕ちなみに LINE、たけるくんの LINE を登録しました。友達登録しちゃいました。まあ、それだけなんですけどね。ワンオクロックは海外の活動にさらなる重点を置くために新たな事務所を設立。佐藤と神木は新事務所コラボを立ち上げ、所属することになった。独立発表当日3月16日に登記された誕生したばかりの活動。あ、もう登記してあるんですね。じゃあ、登記簿取れるのか。取ってみようかな。でもまあ、ホームページができたらそこに載りますよね、絶対ね。まあ、明日ぐらいからですかね、ホームページが立ち上がるの。そしたら見てみようかな。ワンオクはかねてよりチャレンジを続けてきました。海外での活動に重心をかけ、その動きを加速する、していくために、ワンオクロック自身の事務所を構え、大きなステージで挑んでまいります。佐藤健、神木隆之介、これまでの活動経験をもとに、弊社も資本に参加する新会社において、俳優としての活動はもちろん新たなチャレンジをしながら、さらなる飛躍を目指して活動します。アミューズ公式ウェブサイトでそういうふうに発表されてあるんですね。芸能人の独立ブーム。最近だから多いってことですね、芸能人の独立。個人事務所を設立していると。大手に移籍するんじゃなくて、まあ、インターネットがね、最近多いから、YouTube なんかで活動できるので、大手事務所に所属する必要もなくなったこともあり、独立劇をめぐっては、事務所とタレントの確執が理由だと報じるところも多いと。しかし、事務所関係者は、佐藤や神木、ワンオクロックの独立も、ここ最近の芸能人の独立ブームと一括りにされがちですが、それは一線を画したものなんですと語ると。一体じゃあアミューズは何が起こっているんだろうか、だそう。まあ、ここでまあ、アミューズのあれを語ってんすよ。大里さんですよね。この人は鍋プロでマネージャーしてた時に、ワイルドワンズやあずさみちおでキャンディーズやってたんだ。ああ、ワイルドワンズか、古いな。で、デビュー前の原田真嗣に出会って、マネージメントをするため、アミューズを設立した。当時は資本金500万です。だから有限会社なんですね、その時はね。まだ当時は新会社法になる前なので、株式会社は1000万以上なので、300万から1000万までは有限会社ですよね。社員数人の小さな事務所でした。原田はティーンズブルース。そうそう。デビュー曲ティーンズブルースってやつですね。デビューし大ヒット。僕がね、原田真嗣で覚えてるのはキャンディーですね。キャンディーとか、あとタイムトラベルって曲ですよね。一気に売れっ子になりましたと。しかし、まあ、ティーンズブルースもいい曲ですよね、でもね。しかし、大里さんはその直前から解散宣言をしたキャンディーズのプロデュースを受けることになり、78年4月のコンサート、あ、解散コンサートまでそちらに付きっきりになっていた。そして再びアミューズに戻ったところ、原田本人からアミューズを辞めたいと言われてしまったと。で、唯一のタレントに逃げられた状態で次はどうしようかなと言ってたところにデビュー前のサザンオールスターズが現れたと。で、サザンは勝手にシンドバッドで大ヒットし、以降アミューズはサザンと共に成長していた。だからそうなんですね。アミューズってやっぱサザンの会社なんですね。その後2006年には東証一部にも上場し、急速に事業を拡大していた。ファンクラブ運営やグッズ制作などを内製化し、今や社員は300人を超え、資本金は10億円以上。15億円以上か。福山雅治、パフューム、エレファント、カシマ氏、星野源、それに、賀来賢人や吉沢亮、清原果耶といった、若手売れっ子俳優まで多彩なアーティスト200数十組が所属する巨大事務所だったし。しかし、成長すればするほど巨大化したから、それなりの苦悩があると。で、それは一番の苦悩が、三浦春馬くんの、休説と。アミューズを代表する俳優の一人が自宅で突然の死を遂げたことは世間はもちろん事務所としてもあまりにも衝撃が大きかったと。目が届かないほどタレントとの間に距離があったのではないかという意見が多かったと。で、
そういう心のケア、伝聞の体操見直しを進める中持ち上がったのが武君と龍神木君の新会社立ち上げ独立だったと。で、神木君と佐藤健君は15年以上にわたってアミューズに所属。佐藤は高校2年になりたての時、実家のあった埼玉から初めて、原宿に遊びに行ったところアミューズのスタッフがスカウト。早速翌年ドラマデビュー。2007年は仮面ライダー電王の主役をゲットしたと。2012年からシリーズ化した映画ルローニケンシンは毎度観客動員数の更新を図り、コロナで延期されていたルローニケンシン最終章の公開が今年は決まり、すでに盛り上がりを見せている。で、神木くんの場合は、もともと子役で有名な事務所に所属していた2歳の頃から芸能界デビュー。名子役としてドラマに出演していたアミューズにしてきたのは小学6年生の時と。昨年、佐藤は YouTube チャンネルを立ち上げて、現在登録者200万人超え。そこでは元ジャニーズの赤西仁や、錦戸亮とのコラボ動画も配信し、事務所の壁を越えた人間関係が話題になった。昨年秋にアパレルブランド A を立ち上げて、商品企画に携わっています。神木も昨年 YouTube チャンネルを立ち上げ、親しい俳優らと共演したり、将棋や漫画など趣味全開の企画に挑戦したりしています。そんな取り組みによって、佐藤から幅広くボーダーレスに活躍していきたいという意思表示があったんです。小さな事務所の方が小回りも利くし、こうした新しい案件にも柔軟に対応できますから。それに新会社の社長には佐藤と神木の育ての親が就任するということになったので、2人はそっちに行くのは自然な流れでしたと。千葉さんですよね。千葉さんは3月31日付で退社することになって、あ、今日で退社なんですね。お疲れ様でした、千葉さん。入社以来俳優部門のマネジメント分野で辣腕を振るってきました。彼がアミューズの、交流に貢献してきたことは確かですと。でもアミューズは社員が増えすぎ、役員ポストが足りなくなっている。組織としてはよくあることですが、中西社長ね、若い社長なんですね。この人は入社も学年も後輩にあたる千葉さんのね、だったら一国一城の主にということで、大里会長がご褒美的な配慮があったのは間違いないでしょうね。大里会長が一応そういう、千葉さんに対して配慮したってことなんだ。新会社の相談役は大里会長が務めるし、アミューズも出資しています。関連会社とか、子会社的な存在に近い。まあだから昨日僕も動画で言ったけど、関連会社ですよね。関連会社だと思いますよ。子会社ではないんじゃないですか。独立した関連会社なんじゃないですかね、これだとね。その方が大里会長もいいんじゃないですかね。大里会長のパワーバランスが崩れたって話もね、出てたので。ワンオクロックの新事務所にもアミューズの元マネージャーが同時に移籍。ファンクラブの運営は引き続きアミューズが受け負うという。三浦春馬の辞書をきっかけに進んだアミューズののれんを分け、それぞれが新たな一歩を踏み出す春となるだそうです。なるほどね。なんかですよ、これ僕の予想ですよ。僕の予想ってか、単なる僕の妄想なんで、聞き流してもらって結構なんですけど、アミューズは上場やめるんじゃないですかね。もう近々。なんかそんな気がしますね。なんかね、結局ホリプロにしてもそうだし、吉本にしても、一回上場したけど取りやめてますよね。あれも完全に、こういう上場することによって、やっぱ芸能界ってやっぱ上場に向かないわけですよ。こういう風にね、出入りも激しいし。で、一つのね、人がね、こう、不祥事を起こしたり、まあ、あと辞めたりとかすると、どんとこう下がるし、売り上げとかも、損害場所も発生する。結構リスキーなビジネスですよね。で、あんまりこう、表に出せないものもいっぱい抱えちゃってるしっていうこともあるじゃないですか。ただ、アミューズと、ABEX はね、まだ頑張ってるんですけど、ABEX はレコード会社ですから、レコード会社で株式公開してるところは、まあ、コロンビアなんかもね、株式公開したけど、もうあれは買われたのかな、もう開始したのかな、どうなんだろう。で、ABEX なんかもものすごく今、あれじゃないですか、困窮してるじゃないですか、やばいじゃないですか。アミューズもね、結構やばいと思うんですよ、今。相当ね、売上高、利益高が減ですよね。なんかこういうね、いっぱい抜けてって、ねえ、なんか、大里会長もいろんな動きをしてるってことは、どうなんだろう。上場廃止すんじゃないかなって、僕なんかそんな深読みしちゃいますけどね。アミューズ無理あるんじゃないですかね。
な感じが僕はします。300人ってね、芸能事務所として大きいけど上場企業としては大して大きくないですからね、大変なんじゃないかなと思いますよ。な感じです。ではでは。